こんにちは、ゆうたびチャンネルです。今回は北海道旭川にあるビジネスホテル、ドーミーイン旭川を紹介します。こちらのホテルでは天然温泉やサウナがついていたり、夜食の夜泣きそばや海鮮朝食など、旭川に旅行した際にぜひ泊まってほしいおすすめのホテルとなっています。ぜひ参考にしてみてください。それでは動画スタート。本日宿泊するのはこちらの天然温泉仁井の湯ドーミーイン旭川です。 JR 旭川駅より車で2分、徒歩13分のところにあります。ホテル前には駐車場があって、フロントで駐車券を渡すと無料で駐車することができます。チエルさんの動画を見てドーミーインにぜひ泊まってみたかったから、初めてのドーミーイン。チェックインを済ませ、ロビーで必要なアメニティを取ってお部屋に向かいます。ちなみにアメニティはヘアブラシ、カミソリ、歯ブラシ、綿棒がありました。はい、じゃあルームツアーしていきたいと思います。ドーミーイン旭川には全部で6種類の客室タイプがあります。本日は普通の部屋のクイーンベッドで予約しました。じゃあまずベッド周りからちょっと簡単に紹介していきます。ベッド周り、ベッドの隣はコンセントは1つ、枕は1人1個で、割とまあ固めかな、これはふかふかではない、まあ、テレビはちょうどいい感じのサイズで、ティッシュとあとケトル、あと緑茶が1人2個ずつついてきますね。ビジネスにも使えるデスク、コンセントはデスク周りは3つついてます。有線LANもありますね。こんな感じで、これはタオルですね。あのドーミーインは天然温泉がついてるから、こっから持ってって使える。じゃあ次は水回り、これは玄関入ってすぐのところの玄関手洗い的な感じで、ドライヤーはパナソニックのやつで、私のドライヤーと一緒ですこれで、コップが2つに、あとフェイス&ソープがあります。で、これは手洗いです。で、この下に冷蔵庫がありまして、なんかあ、お水が2個入ってるのと、あとなんかゼリーが入ってる。嬉しい、旅するスイーツ。あと冷凍庫もついてるから、アイスとかも冷やせます。あとは玄関横は、まあ、スリッパ置き、スリッパとハンガーラックがあって、あと除菌消臭剤がありました。で、ここは多分キャリーケースとかを入れるちょうどいいスペース。うん。あとこれがドーミーインの部屋着です。ズボンタイプですね。館内はお部屋着、スリッパのままでご利用いただけますとのことでした。で、こっちはトイレとバスルーム。トイレはまあオーソドックスな感じで、で、バスルームは浴槽はないんですけど、まあ一人のシャワールームスタイルになっています。で、一応ボディーソープとかコンディショナーとかシャンプーとかポーラのやつが置いてあります。まあ、でも天然温泉があるから、まあ、大体の人はここは使わないんじゃないかなと思います。じゃあこれからちょっと夜ご飯を食べに行きたいと思います。じゃあ今日はジンギスカンを食べに行きます。イエーイ。歩いて行けるところ？そうでもめっちゃ人が多いらしく、早めに行こうということで。どうやろうな。ホテルから徒歩5分、旭川で大人気のお店、ジンギスカン大黒屋に来ました。夕方の5時頃にお店に着いたんですけど、すでに90分待ちでした。店内には有名人のサインがたくさん飾られていました。
ここのお肉はラム肉特有の臭みが抑えられていて、これまで食べたジンギスカン史上最も美味しいんじゃないかっていうくらいに美味しかったです。このお店については前回の旭川の動画で詳しく紹介しているので、ぜひそちらも合わせてご覧ください。顔が真っ赤かもしれない。うまいな。てか店内がめっちゃ暑かったよな、うん、だからな、俺赤ワイン頼んだけど、正直あれはな、ビールがうまいぞあの環境は。で、まあお目当てのジンギスカンを食べて、まあ、ちょっと時間があるので旭川駅に向かってみようか。そうだ、はい、旭川駅にやってきました。旭川駅大きいね。大きい、思ったよりも大きい。全然発展してるし、大きい大きい。なんか住みやすそうな街、イオンもあってな。駅前では期間限定のビアガーデンがやってました。北海道ってさ、夏でもさ、やっぱりこの時間になると涼しい。涼しい。だからこそビアガーデンって最高やな。うん、北海道のビアガーデンは最高だと。旭川駅の中に入ってみました。とっても広いですね。反対側の出口に来てみました。反対側も一歩出ると木々がたくさんあって、とってものどかで静かでした。駅出たらすぐこれ、うん、すごい、すぐこれめちゃめちゃ自然や。それではホテルに戻りたいと思います。こちらドーミーインからもう道路を挟んで目の前にセブンイレブンがあります。ただ駅からちょっと歩くなっていう印象でした。そうだね明日行く旭山動物園のチケット手に入れます。はい、セブンイレブンで。はい、じゃあ夢に行ってきてください。はい。ホテルに戻り、最上階にある天然温泉に向かいます。はい、じゃあ温泉に行きたいと思います。ドーミーイン旭川には天然温泉露天風呂付きの大浴場があります。夕方の3時から翌朝の10時まで入浴することが可能です。しかもですね、嬉しいのがここサウナがついてます。最近私たちサ活にハマってるので、旅行先のホテルで整えるっていうのはもう最高すぎますね。泉質がナトリウム塩化物泉で、関節痛や神経痛、疲労回復に効果があります。旅行の疲れを癒すにはもってこいの泉質です。またドーミーイン旭川は特殊な装置を使って全ての水を超軟水にしているそうで、シャンプーの泡立ちが普通よりもね、良かった気がします。これは思い込みかもしれないんですけど、すごい洗い上がりがめちゃめちゃすべすべに感じました。めちゃめちゃ気持ちよかったです。温泉のフロアには湯上がりサービスとして無料アイスが置かれています。風呂上がりのね、アイス最高すぎます。そう、これもいいよな。他にも漫画コーナーがあるので、待ち合わせの間に読むこともできちゃいます。漫画で読むサウナと佐渡。温泉で癒された後は1階のレストランに行きます。夜9時半から11時の間で、ドーミーイン定番の夜泣きそばが提供されています。うわ、いい香りしてる。まずはスープから。しみる。わ、いいね、この醤油ラーメン。風呂上がりの醤油ラーメンめっちゃ美味しい。メンマもちゃんと太くてさ、ちゃんとしっかりしたメンマで。うまい。これがドーミーインのものなんですか。そうそうそう、罪やな、うん、でもこんなにも周りが席いっぱいなぐらい、うん、みんなこれを楽しむ、みんなで罪みんなで罪を。この夜泣きそばは全国のドーミーインでいただけるので、ぜひドーミーインに宿泊する機会がある方は食べてみてください。これは食べちゃいます。
よいしょ、はい、完食タイム。私は北海道フルーツミックスサワーをセブンイレブンに購入しました。北海道産白ぶどう、洋梨、リンゴを使用したお酒です。テロムが最近ハマっているこの流れ星ゴールデンエールっていう、かっこよくない？ BA 戦火の方、焼き豆腐の味をおつまみよいしょ。この焼きとうきびね、味は素朴なんですけど、本当に手が止まらなくなります。ぜひ見つけたら皆さんも買ってみてください。じゃあ、おやすみ。おはようございます。時刻は朝の6時半。私は早起きして朝風呂に行きたいと思います。朝の時間帯はアイスの代わりにヤクルトが無料サービスとして提供されています。朝食を食べに1階のレストランに来ました。道民旭川の朝食はバイキングです。ご当地の一品料理や種類豊富なおかずの数々、さらに北海道といえばの海鮮、お刺身にいくらもあるので、朝から自分だけの豪華な海鮮丼を作ることができます。美味しそうなビーフシチューに、この時期旬の北海道産メロンもありました。見てな、いいよ。美味でございました。ロビーに無料のコーヒーサーバーがあるので、コーヒーを入れてお部屋に持ち帰ります。こういうサービスもね、何気に嬉しいですよね。ということで、チェックアウトの時間がやってきました。旅行先のビジネスホテルで天然温泉やサウナに入れるのはかなり魅力的だと思いました。海鮮丼や夜食の夜泣きそばのクオリティも高く、本当に大満足のホテルでした。道民、ありがとう。サービスいっぱいのとっても面白いホテルでした。まあ、全国にいっぱい道民はありますので、ぜひいろんな道民に行ってみてはいかがでしょうか。はい、では、では今日旭川を散策します。はい、ぜひ旭川に観光する際は利用してみてください。最後までご視聴ありがとうございました。